んにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは金属の温まり方です。それではレッツサイエンス。さあ、フライパンやお鍋は何でできているかというと、そう、金属でできています。金属は火に当てると、そう、熱くなるよね。じゃあどのように温まっているのか、これから実験をしてみます。さあ、それでは今から金属の棒を使ってぶら下がり競争をします。それぞれの1番から7番までの選手の手のところにはロウが塗ってあります。この金属の棒が温かくなると、その部分のロウが溶けて落ちてしまうということなんです。それではどの選手が一番最初に落ちて、さらにその順番はどのようになるか、みんな考えてみてください。いきます、はい、ではここに当てていきます。落ちた。次はどの子が落ちるかな。わー、2番落ちた。さあ、次はどの子かな。頑張ったのに、僕頑張ったのに。はぁ、4番落ちました。今んとこ順番に落ちていっていますね。さあ、となると次は、でもぶら下がり健康器をサイエンスショーで使うので、家にありますよ。組み立てて、私ですか。あ、大好きでした。あの、棒好きでした。登り棒とか鉄棒とか、はい。5番落ちました。早かったけど、ちょっとずつ時間がかかってる、うん、確かに6番めっちゃ時間かかる。わー、勝者7番。7番。ということで、金属は火を当てた場所から順番に熱が伝わって、このように1番から6番までの人が順番に落下してしまいました。おめでとう、7番。さあ、続いても金属の棒を使ったぶら下がり競争をします。でも今度は場所と、あと棒の向きが違います。さらに火を当てる位置も変えてみます。この真ん中のところに今から火を当てていきます。そしてこの真ん中のところから、こっち側が5センチ、5センチ、5センチずつ間隔が空いてます。そしてこっち側は真ん中のところから4センチ、4センチ、4センチずつ間隔が空いています。そしてこの金属の棒はなんと斜めになっています。さっきはまっすぐだったのに、今回は斜めです。では今からここの真ん中のところに火を当てると、どの選手から落ちていくでしょうか。それではやってみよう。
今回は金属の棒を斜めにしたりしましたが、さっきと同じように火を当てたところから近い順番に熱が伝わりました。では先ほどは金属の棒でしたが、今度は金属の板を使って実験をしてみます。さあ、ここにたくさんの人が逆立ちをしていますよね。この手のところにはさっきと同じろうが塗ってあります。で、この板の真ん中のところから火を当てていくと、どの選手から倒れていくでしょうか。それでは実際に実験をしてみましょう。ということで、金属の板の場合も火を当てた場所から近いところから順番にコテッコテッと倒れていきましたよね。そして最後はこの角のところが残っていました。このように金属の棒と同じく板も火を当てた場所から近いところから順番に熱が伝わっていくということが分かりました。今度は火を金属の板の角から当てていきます。そうすると熱はどのように伝わるんでしょうか。それでは実験してみましょう。ということで、一番火から遠かった13番が勝ち残りました。おめでとう今回は火を当てた場所から円を描くように順番に熱が伝わりました。ということで、今日のまとめ。金属は火を当てたところから近いところから順番に熱が伝わりました。これは棒でも板でも同じことが起きましたよね。ぜひ復習してみてください。ということで、この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。